皆さんこんにちは、ジャズベーシストの本庄康です。お元気でしょうか？僕も元気です。今日もねベースを弾かない動画ではあるんですけれども、僕はね以前収録した演奏している模様もいよいよ登場しますので、ぜひ最後までご覧いただきたいと思います。前回の動画でですね、今回この撮影機材をグレードアップしようということで、パナソニックのルミックス G85、G8 の海外版を買ったというお話をしましたけれども、今回はですね僕がそれまでこの YouTube 撮影に使用していたカメラをご紹介したいと思います。それがこちらです。ソニーの HDR-MV1 というカメラです。これね2013年11月に発売されたものなので、もう7年前ですね。でも生産も終了してるんですけれども、未だに人気商品で中古市場で価格も落ちずに、ずっとね2万5000円から3万円くらいで出回っているカメラですね。それくらいの需要とポテンシャルがあるものってことですよね。ちなみにこれ、もともと僕は YouTube 用に買ったものではなくて、音楽のためといいますか、自分のね演奏を向上させるために、やっぱり普段のねライブなどを録音して後で聴いて反省したいっていうのが大事なんですけども、でやっぱりいい音質で聴きたいと、でなおかつ演奏する姿も録画できて、フォームのチェックもできたら一石二鳥なので、その要望を満たすためのカメラだったんですね。でこれを去年かな買いました。正直ね同様の商品が他のメーカーからも出てまして、もっと安かったりもするんですけれども、前回も言いましたけども、僕は自分の性格のことをよく知ってますんで、最初にいいと思ったものを買わないと、後でやっぱあっちにしときゃよかったなと思うんでこれを買いました。いや、やっぱりねさすがソニーさんって感じなんですよ。というのもまずこのカメラの発想が、音楽用の高音質レコーダーにカメラがついているという、それまでねありそうでなかったものなんですよね。だからとにかく音質がいいと。で録音形式が非圧縮のリニア PCM 形式というもので、要するに MP3 とかみたいにこう音質を圧縮しない、オーディオ CD などで用いられる音声データ形式ということです。やっぱり圧縮しないでね音はいいんですよ。でこちらマイク部分なんですけども、このマイクの部分はね X みたいにこうなってますけども、これ120度の XY ステレオ形式というもので、とってもね音場感のあるステレオ録音ができるんですよね。ちなみに録音形式は AACLC の形式でも選べると、いずれにせよですね本当に高機能の音楽用レコーダーのレベルで音を収録できるんですけれども、それにソニーの培ってきたビデオ録画機能がついていると、この画質もですね 1080p のハイビジョンで、なおかつ画角が広いんですよね。120度あります。だからバンドの演奏の全員を画面に入れることができると、ちょっとね魚眼っぽくなるんですけども、それがまた味になると言いますか。では去年このカメラで撮ったバンドのライブ映像をご覧ください。いかがでしょうか。ちょっとね正面から撮れなかったのが残念ですけども、いい感じだと思います。ちなみにもう一個、これはですねこのコロナの自宅待機中にリモートの多重録音をした時のものです。もうほんとねこのカメラのマイクだけで音を取ってるんですけども、音もね生々しいんじゃないかなと思います。ちなみにこの彼らとの CD を概要欄に貼っておきますんで、よかったらチェックしてみてください。というこの HDR-MV1 ですけれども、今回ねこのロックダウン中に、新しく YouTube でねこうやって喋る動画に挑戦しようかなという時に、どんな機材でね撮影しようかなと思ってたんですけれども、もちろんね今やこのスマホも高機能なのでスマホで撮影するのもいいんですけれども、ちょっとこだわりたいなと思いまして、でこのカメラとリングライトの照明、これもね概要欄に関連動画貼っておきますけれども、それで撮影するようになりました。実際ねこのカメラをメインで使用されている YouTuber の方もいらっしゃるみたいですし、で音がいいんでねゲーム実況なんかで使われている方もいらっしゃるみたいです。でこれ非常にシンプルな設計なんですけれども、ボタンはね4つだけ、この電源ボタンと録画ボタン、そしてこちらにね再生ボタンと、あとメニューを選ぶ用のジョグダイヤルですね。でこんな感じでこの画面はこの側面にあるんですよね。だからレンズの正面にこうやって向いてると、どんな感じで録画されてるかモニタリングしづらいっていう弱点があるんですけども、これはね Wi-Fi でスマホとリンクして操作することができるんですよ。ちょっとやってみましょう。まずねこの電源ボタンで電源を入れますと、こうやって画面が出るんですけども、その中でねこのジョグダイヤルを操作して、ここに Wi-Fi のマークがあるんですけど、これを選ぶとですね、こうやって Wi-Fi 準備中で準備ができました。となるとですね、こちらのスマホでまずアプリを立ち上げます。
こういった画面になるんですけども、これの中でですね、このカメラを選ぶ。OK。で、接続。で、リモート操作を開始します。これも OK ですね。はい、そうするとですね、こうやってこのスマホの方にこのカメラがね、捉えている映像が送られるということで、まあ、これでどういう風に映ってるか確認することができました。で、この録画ボタンで録画することもできますね、こうやって。はい、今作動してますけど。というわけでですね、このスマホとこのカメラのリンク非常に便利なんですけども、まあ、これがですね、実は途中でエラーが出て録画が止まっちゃうという不具合があるんで、まあ、僕はですね、いつも撮影前にまずこのスマホで構図を確認して、で、Wi-Fi との接続を解除してから撮影開始するという段取りをしてます。まあ、そこだけね、注意していただけたらなと思うんですけども、まあね、ライブを撮るときなんかはね、まあ、固定でこうやって撮るので、まあ、一回構図を決めてしまえば大丈夫だと思いますんで。あとですね、29分59秒ごとに録画ファイルが分割されるので、もし余裕があれば MC 中なんかに1回止めてまた録画してとできると、まあ、曲がね途中でぶつ切れるなんてことが避けれると思います。またバッテリーが切れた時に電源供給しつつ撮影することができなかったりとか、まあ、ズームとかオートフォーカスなどの機能はないんですけれども、まあ、これが逆にねこのレンズから30センチより遠くにあるもの全てにピントが合うので、まあ、一眼レフみたいにねこう背景がボケて味のある映像みたいなのも撮れないんですけども、逆に、まあ、この細かいことはね気にせずパッとさっと撮れるっていうのも、そういった気楽さがいいんじゃないかなと思います。というわけでこの HDR-MV1、 ミュージシャンであったりとか、まあ、いい音でね動画を撮りたいという方に、まあ、特におすすめできるカメラだと思います。なんせ音がいいんでね、もちろん YouTube とか関係なく自分の演奏やねホームのチェック用としてもバッチリですしね。で、概要欄にねリンクも貼っておきますんで、気になる方はチェックしてみてください。まあ、本当にですねこのパンデミックを機に、まあ、新しく YouTube にね挑戦してみようと思っている方も多いと思うんですけども、まあ、実際僕もその一人ですけども、まあ、撮影機材もねいろんなチョイスがあるんで、もちろん予算がね潤沢にある方は GH5 とか、まあ、そこまでではないけどワンランク上のものが欲しいという方は前回ご紹介した G8 とか、まあ、コンデジでも LX9 とか画面が明るくていいものありますし、特にね音にこだわりたいと思えばこの HDR-MV1、 そしてもちろん皆さんお持ちのねスマホや iPhone でもいいですし、まあ、そんな中からね自分がどんなことをやりたいかや、まあ、スタンスによって自分の機材を選んでいただけたらなとかように思います。というわけで皆さんご視聴ありがとうございました。またお会いしましょう。お元気で。